マックボス、キラリン、ピッタピタ、サムラー、コウノイの王朝、守るため、チュリチュリ、マイマイ、差し込む、バイバイ、言葉のパワー、爆発する、レッツブチロー、勝負しよう。侍戦隊スイッチケープチャー、あこれ抜くんだ抜くんだ。初動本一筆創業お送りからだ。エンジンソールセットレッツゴーン。ヤマンバ切り国広だ。鶴丸が呼んできた3回目のゲストは、祭りだ祭りだ。俺はアイゼン国都市、好きなのは戦隊とウルトラマン、好きな戦隊は海賊戦隊ゴーカイジャーだぜ。アイゼン、今日はよろしく頼む。おう、よろしくだぜ。クリカラさんにマンバさん、今日の操作はクリカラだ。キリ君、前回のあらすじをアイゼンのために頼む。瞑想した挙句にクロックアップして2の魂を手に入れた。うん、よくわからない。察してくれ。次に探すのは3の魂か。あれ、どうした。いや、あのさ、俺鶴さんからこのゲーム、祭りが楽しめるゲームだって、なんだろう、なんか雰囲気違うよな。あれ、どうしたんだよ二人とも。いや、なんでもない。そう、なんでもない。そっか。あ、でもこの子浴衣着てんな。鶴丸絶対死ねる。なんかよくわかんねえけど鶴さん似てて。はぁ、なんだよこれ。なるほど、呪いの一種か。一瞬、あれかと思った。あれ、あれってなんだよマンバさん。ワーム。いや、なんというか、少しそれっぽく見えたんだが、あれ、どうしたんだ。春って言ったっけ。リアクション、めちゃくちゃいいじゃねえか。こいつも、十分素直だよな。まあ、とりあえず子供、だしな。虫よりも虫の方がなんとなく、知的に恐ろしくないか。まあ、漢字も虫3つだしな。虫、といえば、最近、あったかくなってきたからか出てきたな、虫。だよな。でもあるじ、虫嫌いだしな。そうなのか、詳しく聞いてないんだが。そやな、あの話、誰もしたがらねえし、クリア封鎖事件。ああ、そういえばうちのクリア、たまに。M 宇宙ハンター星雲人の話は結構だ。ああ、あれか。正直その名前で覚えているのはどうかと思うが。俺はそうでもないけど、多いよな、G 嫌いなの。それを使用した当時の東方スタッフ。そりゃさ、マンバさんは平気なのか。ダークローチと考えれば平気だった。うふ、マンバさんほんと。ネタの入れ方が。うん、ネタ、どういうことだ。わぁ、キリクニの発言は天然ものだからな。仕方ない。天然、ほんと。そうだよな。そういやさ、クリカラさんって、ウルトラマンだと、誰が好きなんだ。いきなりどうした。ん、いやさ、クリカラさんって、あんまウルトラの話しないしさ、どうなのかな。って思ってさ。俺は、推しは戦隊だが、ウルトラも好きだ。むしろ、うち刀の連中は好きなやつが多い。ちなみに、誰から聞いてこいと。ムツさん。本当、予想外の交流ができてるよな、この本丸。アイゼンがいつの間にか、鶴丸と親しかったりな。鶴さんにはいつも世話になってるぜ。だからお前を今回のゲストに呼んだのか。というかアイゼン、お前が聞きたいことって。もちろんウルトラに関してだぜ。な、クリカラさんの推しトラって誰なんだ。そうだな。クリカラ、あんまりこの手の話をすると、動画で話すネタがなくなるぞ。それは、困るな。え、二人とも話すネタねえの。基本、俺たちは一緒に過ごすとき大体無言になるからな。特撮を見るときは、大体無言だしな。あ、なるほどな。それでゲスト呼ぶんだな。この動画収録時。ところでさ、なんか虫に触れたら数字出たんだけど。あ。今頃か。ああ、多分ここ、最初に見るべきだったんだ。うん、どうした。地図を探しに行く。あ、あれじゃないか。こういうものってさ、やっぱり、入り口にあるもんなんだな。もしかして、これって大事なんじゃないか。しかしメモできていない。また瞑想、するか。クリカラさん、フラグ建築してるもんな。なんか意識してたりすんの。クリカラの発言に計算はない。いや、それはそうだけどさ。これは使えないのか。多分それ、イベント専用だぜ。ここに紙とペンがある。よし、使うぞ。数字、メモした方がいいぜ。
ああ、わかっている。数字を見に行くぞ。なあ、虫がどれくらいいたか、覚えてるか。覚えてないなら素直に言っていいんだぜ。栗原さん、そもそも雑談しながらやってた時点でまあ、そうだし。とりあえず、下の方から数字を見ていこう。そうだな。よし、じゃあ見に行くか。うん、栗原さん。倍速だ。栗原さん。この間に数字を調べに行くぞ。クロックアップの連続しよう、か。そろそろ、天の道を行く男に叱られそうだな。大丈夫だろ。それにしても、謎解きがあるとは思わなかった。ホラーゲームでは定番、らしいぞ。ちなみにキリ君に、謎解きは考えるのは、苦手だ。大体わかった。二人とも、本当、戻ったか。この動画のゲスト、よく腹筋公開するな。いきなりクロックアップなんて言うから。そういえば、ネタといえば、春の宴会のネタもすごかったな。そういや、二次会ってどんなだったんだ。俺たち担当さ、一次会で部屋に戻るよ。いちごさんや光哲さんが言ったからさ。ああ、そうだな。結末を言うと、飛信の二振り含めて二次会に残っていた奴らは、全員、潰れた。うわぁ、マジか。だが面白かったぞ。特に長谷部と栗からと泉の神。は、どんな感じだったんだ。知りたいか、実はな。おい。その話はもう終わりだ。いいな。あ、はい。そろそろクロックアップが終わるぞ。数字の方、キリクニさんが書いてたっけ。まあ、一応、な。数字の数が、ちょっと多いかな。ん、でも数字って4つだったような。考えるか。数字って、何があったっけ。栗からは、4つの数字の見当はついているのか。いや、さっぱりだ。え。違うな。さっぱりだ。瞑想決定。わからねえ。適当に数字を入れてみてもダメだったな。なあ、これって数学なのか、そうなのか。いや、さすがにそんな難しいものではないと思うが。栗から、どうかしたか。少し、待て。うん、構わないが。お、どうかしたのか。栗からがわかった、のか。なんで疑問形。答えは、こうだ。どうだ。おお、栗からさんすげえ。答えは、8797。縦だ。縦。虫の数字を縦の列に足していく。それだけだ。そうか、法則性がないように見えて。後で教える。ありがとな。なんだこの蝶は。まさかの親か。でかすぎだ。だが親玉であるには違いないらしい。でもこれって、倒す、のか、そもそも、切れんのか。なんだ、数字。915。あ、はぁ、あ。ちょっと待って、今からさ、なんでこんな時間制限があったかも、でかい時間制限ないみたいな、俺が売ってたからな、なんか、関係ないからな。って、なぁ。彼女、なんか薄くなってないか。ちょっと待って、なんで無言になるんだよ、二人とも。つうか、これの攻略法どうなってんの。どうすりゃいいのか、さっぱり。ちょっと待って待って、俺これが何の形かマジで分かったけど、操作してんの、俺じゃ。ってどこに動かしてんだよ、栗からさ。あ。二人とも正気に戻りやがれ。すまない、アイゼン。ああ、本当にな。まあ、気にすんな。それにしても、この蝶を見て思うことがある。お、どんな風に思ってるんだ。ファイズオープニングの、青い蝶。ああ、なるほど確かにな。あれは、結局何の象徴だったのか。どこかで見た記述だが、今日、ワットの死や魂に関連する観念を持つという、外の国では復活の象徴、あるいは魂や不死の象徴ともされるらしい。確かに、あの作品の象徴にぴったりだな。なあ、栗原さん、人玉一つ、消えてるんだけど。確かに消えている。これは、ゲームオーバーには、変わりないがな。クロックアップだ。そろそろ本当にデクトの人が。ブフ。マンバさんほんと。何度も死に気配を察知したからな。だからグラグリからなんて言われんじゃねえかな。
それにしてもこの人玉の並びは、時計か。先にアイゼンが見つけていたな。へへ、照れちまうぜ。この呪いが時間に関係するものだということ、失念していた。さっきの数字、915は9時15分を指しているんだな。5時10分、13時、すなわち午後1時20分。18時分って、あ、午後6時か。6の部分に行った後に0分に当たる部分に行くべきなんだろうが。これを時間内にしなきゃいけねえの、ちょっと厳しすぎねえか。いや、でもこうしてゲームとしてなっている以上、できるものとなっていると思うが。これで何回死んだんだ。クロックアップ中では3回だぜ。ぐぬぬ。もうすでに1の魂獲得時の死亡回数を更新したけん。俺の体はボロボロだ。いきなりのガキをぶち込むな。ぶっちゃけ面白い。次はあの人呼ぼう。蜂の説明、来飽きた。飽きてやるな。くっ。もう少し軌道が欲しい。むしろも、もっと早けりゃいいのにな。人には限界があるから、それは無理だろう。確かに長谷部並みの軌道がたまに羨ましくなるが。ところで、そろそろ全体にもそんな軌道が速いやつは。忍者組がいるから大丈夫だぜ。そろそろだな。今の炎、まるで。多分意識はしてないからな。お、もしかしてこれがそうか。このキラキラが、魂だ。これで3つ目、か。3の魂、ゲットだぜ。しかし、かなり時間がかかってしまったな。結構謎解きに苦労したもんな。まあ、野猿たちが何とかしてくれるだろう。2時間経ったか。今回はここまでだ。閉めるぞ。ご視聴ありがとうございました。銀河先生、はぁ、あ、やあみんな、河川カネサダだ。今回も動画の視聴、ありがとう。今回はアイゼンがゲストだったわけだけど、どうだった？いささかアイゼンの方が冷静に見えなくもなかったね。まあ、この本丸のアイゼンは比較的初期に来たのもあるし、仕方ないっちゃ仕方ない、かな。さて、今回もコメント返信といこう。前回の動画へのコメントやマイリス登録、ありがとう。今回も全部に返信できるわけじゃないから、そこはご理解のほど、よろしくね。画面の前の主たち。うぽつです。うぽつ、うぽつ。とう、うぽつ系コメント。ふふ、毎回ありがとう。このコメントを見るたびにみんなも大喜びしてるよ。待ってました、というコメもあったね。僕からも礼を言おう。ありがとう。次。なんだと、ガタガタ、ガタガタが。握手してくれ、クリボー。とう、クリからの真剣じゃー好き発言より。ふふ、さすが大人気だね。真剣じゃー、ここで暴露してしまうと、実はね、クリからが権限されたその日に上映会をやっててね、主が欠けていたのが、真剣じゃーだったんだよね。しかも夏の映画でね、イチコロだったみたいだよ。さあ、サクサク行こうね。鶴丸動画登場時のコメント一部。あの人も、基本的に驚きを求める人だからね。ちなみにストロンガーの名乗り、結構派手だよね。あの工場の前には口笛も吹くからなかなかすごいよね。まあ、鶴丸は口笛吹けないけどね。さ、次だよ。おんや。第2回メイン3人目の可愛い稽古目。ふふ、ありがとう。まあ、3人に伝えたら顔真っ赤にしてたけどね。あと、一番下のコメントはどの主が書いたのかな。これ聞いた切り組みがしばらく布にくるまって動かなかったんだよね。それを三日月さんが随分といじってねえ。おかげで布お化けを追い回す天下五剣という光景が、ね、ふふ。面白かったよ。じゃあ次だね。特撮用語へのコメントについて。主たちの中には僕たちの主より博識な人、本当多いね。あまりにも多いからね、掲載は割愛させてもらうけど、特撮初心者の小狐さんや膝丸への教育費使わせてもらうよ。ありがとう。それじゃあ次コメ成功か。あ、次は。食材切りの性格コメについて。ごめんね、河川さんが間違ってたみたいでね、僕自身には自覚はないんだけど、
クリちゃんやツルさんたちにはこう見えてるみたいなんだ。でも、なんかこういうの楽しいよね。ふふ。宮城じゃないね。こういう間違いは、指摘してくれた主には感謝するよ。ありがとう。そうそう。僕たちへの質問コメントもありがとう。ガロのアニメの方は見てましたか？ごめんね、炎の刻印、グレンの月ともにまだなんだ。録画は済ませてあるから、ガロ好きの刀同士で見ようと思っててね。まあ、魔界列伝も始まることだし、のんびり行こうかな。こっちの質問もあったね。編集班って誰だろ、ニキとかか。ふふ、ご名答。こんな感じのメンツで編集してるよ。ここに鶴丸や陸奥神が時折ちゃちゃを入れてる感じかな。まあ、まだまだみんな初心者だからね。数をこなしていけばもっとなれると思うけどね。これからも頑張っていくから、応援よろしくね。ふぅ？コメント返信って難しいね。たくさんの意見をいただいているんだけれど、返信できていないのが申し訳ないくらいでね。注釈は意見を反映させてみたんだけれど、どうかな？それに、こんな意見もあったくらいだからね、まだまだ試行錯誤はするべきかな。そしてコメントといえば、最後にこれだね。スケイコメント。このコメントも毎回、本当にありがとう。僕たちへの打つコメントも、ありがとう。この言葉を糧に今日も戦う編集班。だね。じゃあ、差し入れ紹介といこうか。差し入れは美味しくいただいたよ。ダホン丸の切り組みと鶴丸も、ありがとうね。主の影響からか、みんな甘味が好きだからね。今回はこんな感じかな。改めて、今回も動画を見てくれてありがとう。また意見などあったら、コメに残してくれると嬉しいよ。あ、そうそう。前回も歌に反応してくれた人がいたね。今回はアイゼンが歌ってくれたわけだけど、次回も期待していてね、ふふ。河川、少しいいか？おや、骨ばみ。どうかしたのかい？お知らせ、忘れているぞ。おっと、僕としたことが、忘れていた。ご本、みんなにお知らせがあるよ。まず、この動画をマイリストとしてまとめたよ。動画紹介文に載せておくから、よかったら登録よろしく。それと、動画を見てくれている主から、質問を受け付けようと思う。僕たちへの質問でもいいし、主への質問でも構わない。そろそろ受け付けておかないとって思ったからね。今後のゲスト予想ももちろん書き込んでくれ。なんせ、動画のメインがあまりおしゃべりではないからね。実況中に答えてもらうのも検討しているしね。ふふ。河川、そろそろ時間だ。ああ、そうだね。それじゃあみんな。ご視聴ありがとうございました。